粗品です。スイヤです。うん。まっすぐ。提言ロシアンルーレット。何？5発の空砲、1発の実弾を使う命をかけた危険な遊びのロシアンルーレットです。ほう。提言ロシアンルーレットは芸人生命をかけた危険な遊びです。いつまで提言言ってんの？お互いフリップに1番から6番まで番号を振ります。はい。で好きな番号のところに相手に提言を言わせたい実弾芸人の名前を書いて相手に渡します。実弾芸人。残りの番号に提言を言いやすい空砲芸人の名前を書きます。その後サイコロを振って出た目の番号が振ってある芸人に対して提言をしてもらいます。もう提言は絶対せなあかんねや。そうやな。6分の5は言いやすい空砲芸人、はいはいはい、6分の1は実弾芸人。なるほど。で、お互いがお互いにお題かかるな。おい、楽しみ。即興で提言せなあかんってことか。そうやな。で、なんかは言わなあかん、強制的に。じゃあ、フリー。うわー、これやばいゲームやぞ。いやいや、えぐいからね、その。じゃあ、この人に一言ってことやろ。しかも、提言やからな。いやいや、ちょっとこう、なあ、こいつにやらすな、そんなん、こいつ。火薬の量分からんねんから。誰でも来てくれ。子供に触らすな。危ない。誰でも来てくれ。危ない。全員実弾でええよ。危ない。誰でもええ。別にな。任せろ。子供にな、火の遊びを分からんねんから。家燃やすねん、こいつ。火力分からんって。芸人以外でもええです。アイドルとかも。全然書いてええか。いやいや、こいつに提言さしたらな。火使わすな、こいつ。提言。ついに俺一人だけやろ、実弾芸人。そうやな。いやでも空砲芸人って、例えば空砲芸人は渡してから、まあ、自分が思いつくやつで。ああなるほど。実弾芸人だけ一個埋めんねん。ああなるほど、なるほど。それは見せん方がいいな。見せていいな。まあ見せてていい。誰にしよう、実弾提言はした。まあまあ、そらでも、オッケー、好きな番号でいいねんな。はい、じゃあ俺からいこうか。せいやさんの、はい、実弾芸人は、はい、松本人志。いやいや、本家やん。オリジナル。はい、リバイバル。せいやから松本人志への提言はなかったからな。中田さんへのアンサーはあったけど、これがもうちょっと提言聞きだよ。もう無理やり。あ、いや、無理遅いって提言のやつ。なんで俺ら今提言してんの。じゃあもうもっと前にやったら200万とか回ってたよ。まっすぐ。遅すぎる提言。遅いな。俺ははい、一応5番に入れました。5番に入れた。はい、楽しんごさん。いややわ。いややわ。これ実弾。名前出すなお前。粗品から楽しんごさんに提言。名前出すな。やっぱこれは見物やな。何がね。やっぱおもろそう。何がね。どうなんねん俺。言いやすいやつはというな。まあ言いやすいやつな。え、先輩じゃなくてもいいやろ。もう言いやすい人。でもアリネタになってまうな。空砲芸人言ったことあるやつばっかなんな。じゃ別にあれやんな、そう、提言、自分で空砲芸人は調整できるから、そんなエグい提言せんでええねんじゃ。なんかその迷わんでいいから。いやどのらいだから俺から発表しようか。だからこういうことでいいんでしょ。この亀を高く。あ、そういうこと。妹じいちゃんにさ。あ、そういうことか。いや、そのお前はギリギリまで提言楽しもうでしょ、俺みたいな。いや違う、これ全部実弾や。あ、そうなん。全部当てるやん、それ。違う、言わんねえねん。わかる？このじいちゃんとかやったらセーブやんな。あ、ロシアンルーレットなってないから。ごめんごめん。え、ゴーが楽しんご、楽しんごさん。あ、そういうことか。でも誰やろな。
西とかありか。そういうことな、提言。でもちゃんと提言するよ、この空砲の人らに。悪いけど、それは厳しくない。提言ってそういうもんなの。でもな、もう、ちょ、もう思い浮かばんわ。誰でもええ空砲なんか。え、ほんでこれ何回出んかったら助かんの？もう1回だけだよ。1回なんや。あ、めっちゃ助かるやん、じゃあ。はい。じゃあ俺これ。岡田浩太、神田白山。これちょっとごめん、思い浮かばんかった。この空砲が。いやいや。いや、なんか増えてんねん、玉が。亀尾の相方。この辺は空砲やで。服部マネージャー。おお。楽しみ。で、西さん。もう提言してよ、空砲でも。それする。じゃあ、どっちからやる。じゃあ俺から行く。ああ、オッケーオッケー。1、1、1、1。これ自分で踏んねんな。うん。で、出たら提言。1! 1! 1以外で頼む。1出てくれ。もうややこしいよ、聞きたい。もう今切り取りとかね、ネットニュースがあるから。いきます。1出ろ。出ろー。うわー、6。西や。西って言う。ゲーム配信したいけどマジでお前んち違う県ぐらい遠い。もうマジで。提言してたら黙れ。勘悪いぞ、提言の途中で喋る。こんなことなんの。いいか、ゲーム配信も遠いし、これよく言われるんだよ、ゲーム配信の続きやってくれ。イニミニはそんな回らない動画撮ってないでゲーム配信すりゃいいんだっていう声。遠いんだよお前の家。だから俺ん家にゲームのその配信の設備、まあ、金払うんで、ちょっと整えるなり、そういうのちょっと、もっとイニミニチャンネルも頑張ろうよ。はい、ね。この個人でやってるんだけど、こう、なんか、こうチームじゃん。はい、霜降りチューブも頑張るし、イニミニももうちょい頑張ってほしい。ライブ提言やな。うん、ロングやな。なんかそういうの、どうですか？いや、イニミニチャンネルめっちゃ頑張ってますよ、僕は。ブセさんが動画、提言返し。動画撮ってない間、ずっとショートをこう作ってあげてきて。あれ、西さんがやってるんですか？あ、そうですね、一応シーンってやった。あ、で、西さん、ちょっと、はい、動画、上げすぎちゃう？上げすぎじゃないですか？え？あ、どかたさんみたいな。ずーっと西さんが動画上げてるんですよ。ずっと。いや、お世話になってる。うん、感謝せよ。西さんが上げる動画が面白いみたいになっちゃうんですよね。いや、松本さんが面白いって思う。認めないとみたいな。上げてない動画は、もうなんか違うって。いや、そんなことないと。やめません？もうやめられたら困るやろ。やめたくないです、ね。空砲でも十分。まあ、よろしく。こんな感じ。あと、いや、そんなどいなんかじゃないです。全然そんな。どこ？めっほんまタクシーで4時間ぐらいかかる。エフォ。めっちゃかかる。これ提言ですね。6万ぐらいです。助かったやん。はい。リサ、すまん。ちょっと無理やり提言させられたから。そうやな。うん。じゃあ、そしなさん、ちょっと待ってて。いやー、いや、なんかちょいあれしそうやな。まあ、ここらへん。あ、そう。まあ、2-5、2-5、2-5、いやーか。いきます。5話みたい、5みたい。5、いやいや。5みたい、5みたい、お願い。5ときなー。いや、結構西さんにも俺提言したからな。ここほんまにお願ーい。うわ、2や。神田白山、さあ、あのさあ、お前まずな、あの、汗拭け、お前。講談してな、お前。汗だくで、お前、それ気になんねん、お前。代謝良すぎんねん、お前な。汗拭け。な。お前の講談で笑ったことないねん、俺。一回も。な。我慢して見たことあんねん、なんかお前があげてるやつ。な。空砲、空砲。で、それ全部見て、全部講談見て、あの、おもんないって、俺なんかで言った時に、なんかお前のキモいファンから、いや、講談はそもそも、笑わせるもんじゃないから、面白いとかじゃないのよ。
って言われたけど、じゃあ、じゃあ、わかった。それはわかったけど、お前のバラエティでのトークとか発言、滑らない話、刺さルール、一回も笑ったことない。刺さルール終わった。お前のせいで終わってる、ほんで。違います。全然おもんない。違います。神田伯山。刺さルール終わりました。ほんで、あとちょっとなんか言いたかったことない。忘れてんやったらええよ。なんやっけな、お前で火渡したな。そうこいつが今、バババババってなってるよ。おもんないし。あと、なんか、老けすぎ。意外に30代小学生やもう老けすぎてる小学生え、よし老けすぎいや小学生や目悪いなんなん意味わからんメガネかけての意味わからん全然響かんなうんあとなんか顔キモい小学生やな顔がキモいから全然思んないいや、白山さんはそんなん全く気にしてないんちゃうその一回俺攻撃されてるからね神田白山これルーツ俺ほんま理由ない毒舌一回も言ったことないからお前なこれ始めた、うん、俺マジでさっき食らってるからな M1 直後にあいつのラジオで俺のこと悪く言われてるそのアンサーやからじゃあで空砲やねん、うん、じゃあその一個だけスリリングなやつ楽しむあとは、いや、セーフもう一回やろうかとかやねん、これ。その、お前がなんか、やられてるからね。コーナーがちゃうのよ。思い浮かばんくて。違う。うん。その、コーナーちゃうから。すいません。あ、そうか。はい。若い子でお前の好きなやつおらんで。おばはんばっかり。まだ言ってる。ありがとう。長。ねえ。まあまあまあ。空砲か。楽しんごさん見たかったな。楽しんごさん、すごいか。応援してます、楽しんごさん。応援してる応援します応援してますあれさんこれはこれでやばいちょっとまあな嬉しい嬉しい皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします